吉野離宮検証費吉野宮は山和国吉野川の側に置かれた古代日本の離宮宮。宮滝遺跡吉野宮正殿推定地、日本初期には王人天皇や有力天皇の吉野行行の記事が見られるものの確実に離宮が存在したと言えるのは最明天皇2年にある吉野宮造営の記事以降のことになる。その後、天智天皇崩御の際に弟の大天王子が 日の宇野王女や子供の草壁美子ともに、吉野宮に陰性したが、後に、公文天皇と対立して、ここで挙兵した。こうした事情もあってか、天武天皇は、同8年に皇后となった宇野王女や草壁美子らを連れて、吉野宮に行幸した。その後、天武天皇及び皇太子となっていた草壁美子が、相次いで没しやむなく、 宇野王女が即位して、児童天皇になったが、在位中に31回、孫の文武天皇に上位後の大法元年にも行行しており、通算して33回の吉野宮行行を行っている。文武天皇、元勝天皇、聖武天皇によってその後も吉野宮への行行が行われ、吉野宮の管理のために、吉野館という官視が設けられたことが知られている。 吉野宮がどこにあったかについては、過去において様々な説が行われてきたが、吉野川の右岸にある宮滝遺跡の発掘調査によって複数期にわたる建物群の遺構及び瓦や土器などの出土品が発見され、同遺跡が吉野宮の遺跡であることが確実なものとなった。ありがとうございます。